アテル、北海道スローフードダイニング、店主ネブヤ信じています。今回皆さんに紹介しますのは、鮭のちゃんちゃん焼き。北海道の家庭では、まあ、ごくごく普通にちゃっちゃと簡単に作ってっていう料理なので、ぜひ仕上がっていただきたいなと思いますし、本当に簡単ですからもうものの、ね、20分もあればできちゃう料理ですんでね。浜の漁師さんがジャカジャカっとこうまかないを食べる感覚で作ってたもんですから、あんまり凝ったもんではないです。だけど旨味は非常に強く出ますので、楽しんでいただければいいかなと思います。はい、じゃあこれから鮭のちゃんちゃん焼き、北海道の伝統というにはちょっと歴史が浅いですけども、そこから始めていきます。はい、最初、これ北海道でよく使われる白味噌、にんにくと酒ですね。はい、お野菜はキャベツが大体3枚ぐらいから、えのきが1束からピーマンが2個、こう玉ねぎが1個、大体このぐらいの大きさです。それにメインの、鮭、それからバター、だいたい 20g、最初に合わせ味噌を作っておきます。味噌に、みりん、それからお酒大さじ1杯ずつですね。これをやっぱり白味噌がいいんですか？そうですね、北海道では味噌汁もほとんどが白味噌を使う方が多いです。ちょっと甘めですけども、それがまた鮭の油とマッチングがいいですね。まあ、あとは家庭で作られるときはお好みで赤味噌を使ってもいいですし、八丁味噌を使ってもいいです。どちらでも構わないと思います。合わせ味噌とりあえず作っておきます。キャベツですね、芯が嫌いな方は芯のとこカットしちゃってください。そうですね、もともとがその漁師料理という認識ですから、浜で食べるものという感覚が強いと思いますね。ただ今はもう浜でってあんまりやらないですから、一般家庭で普通に作られることが多いですね。キャベツを、1.5 センチ幅ぐらいザク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 と、ざっとでいいです。玉ねぎですね、玉ねぎこの部分はちょっと取ってください。出ますね。今はコース料理だけで受け止まってますけども、コースの中に入れてくれというご希望があればいつでも。北海道出身者の方が大体7割ぐらい、北海道出身者と、それから例えばお仕事で、北海道に2年いたとか5年いたとか、そういうちょっと北海道に馴染みのある方が非常に多いです。あとは北海道に憧れてる人、もう年に何回も北海道行くとかっていう方が結構いらっしゃるんで、ピーマンは中の綿を取ってください。で、縦に大体4等分ぐらいですかね。そうですね、例えば玉ねぎとかじゃがいも、それから生産量は日本一ですし、皆さんよくご存知なのが、北海道はトウキビって言うんですけど、トウモロコシですね。お米も最近近年は非常に美味しいお米が取れるようになって、食べるお米だけじゃなくて酒米ですね、銀風、それから水星、北しずく、大体この3種類がある。本州の酒蔵さんでも北海道の酒米を使うとか増えてきましたよね。あとはえのき、これバラしておきます。そうですね、一口大ぐらいバラしておきます。あとはそうですね、農産品でいうと小麦、それからそば。そばは内陸部の寒暖差の激しいところが、本州でも信州ですとかね、群馬ですとかね、そういうところがそばの産地になってますけど、北海道でいうと旭川近辺の盆地、幌加内とか江丹別とか、この辺がそばの産地になってますね。一口に北海道といっても道南、道央、道東、道北、これちょっと違いますね、気候がね。内陸部はやっぱり寒いです。冬海辺の方が寒いように感じるんですけれども、実は内陸の方が最低気温がマイナス30度とかマイナス40度とか記録するとか、すごく寒いです。その形、夏は内陸がすごく暑いです。この辺は皆さんちょっと違った認識かもしれないですね。そうですね、だから私の生まれ育った網走なんていうのは最低でもマイナス15度ぐらいにしかなりませんから。東京の方からしたらね、うわ寒っと思いますけれども、それよりも例えば
帯広とか旭川の方がマイナス30度ぐらいになるんですよ。もっと寒いです、富良野とかね。さてじゃあ作っていきましょうか。大体一般的に北海道で、取れる鮭は白鮭、これがまあ通常の秋鮭ですね。それから、あとは大体食べられるものは稀にオオスケって言いまして、キングサ天然のキングサーモンが稀に取れます。めったに取れない魚なんです。それから春先、2月から5月ぐらいまで、この時期には桜マスっていうのが取れます。まあ桜の時期なんで桜マス。夏場から秋にかけてはオホーツク海側で、カラフトマス、オホーツクサーモンって言いますけど、ね、これも取れますね。白鮭も夏場の鮭とそれから秋の鮭、同じ白鮭なんですけど、夏の鮭の方がお腹にあの卵とか白子とか持ってないように、あの身がすごく、身に脂が多いです。身を食べるんだったら夏の時知らず、卵を食べるんだったらあの秋鮭で、秋鮭を塩鮭にするのは脂分が少ないから塩して少し締めるんですよね。でそういう食べ方がまあ一般的です。でその塩鮭を使った料理がいろいろあります。サンペ汁だったりシカナムだったり、鮭の塩分を利用した料理ですね。で今回は生の鮭を使います。でこれに、お酒を大さじささっと振りかけて、そうですね、これから出てくるサクラマスなんていうのはあの本当に身が繊細で柔らかくて甘みがある、もう春ならではの味覚ですね。あの鮭にちょっとお酒をささっと振りかけて、これに、ラップをかけて、これで電子レンジ500ワットでだいたい5分前後蒸します。はい、本来はね焼いてもいいんです。本来のちゃんちゃん焼きというのは鮭を丸ごと1本使って2枚3枚にしてドンと乗せるんですけども、あの家庭などが料理屋さんではそれなかなかできないですから、アウトドアでやる分にはいいですけどね。まあ簡単に電子レンジで蒸すと。はい、野菜を炒めていきます。フライパンに大さじ2油を温めて、強火の中火ぐらいですかね。はい、で火の通りにくい順番から炒めていきます。最初に玉ねぎ、子供の頃あんまり食べた記憶はないんですが食べてるとは思います記憶の遥か奥底の方にあるような気がしますけどね。次にキャベツ、まあとにかく子供の頃から魚ばっかりでした。肉なんていうのは僕ら子供の頃は本当にご馳走でしてね、たまにカレーライスで豚肉が入ってると大喜びしたもんですけどね。そうですね、もともとはね、でも北海道では 牛を食べるという習慣がなかったんで、次にピーマン、もっぱら食べるにしては豚肉、それから鶏ですか、そんなものがメインですかね。ここで少し火を弱くして、えのきと、きのこはえのきじゃなくてもしめじでもしいたけでも家庭にあるお好きなものですって結構だ。そうですね、家庭のもう冷蔵庫にある野菜使って、鮭が一般的ですけども、ホッケを使ったり他の魚を使ったりもでもできます。でここで少し火を弱くしてバターを入れていきます。でそこに、先ほど蒸し上がった、鮭の黄身ですね。でこの時にこのつゆが出ますけれども、これも入れてください。一緒に後で崩しますから全然構わないですね。でここへ先ほど作っておいた合わせ味噌を、で火を止めて、あとはフライパンの上で鮭の身をあらかたこうほぐしてですね、ザク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 とほぐして全体を混ぜ合わせる。そうですね、まあ漁師さんが浜でそのあるもんでちゃっちゃっとこう作ったようなもんですから、あらかた味噌がこう混ざればこれで出来上がり、完成です。
ちゃっちゃって作れるからちゃんちゃ焼きっていう名前になる。もうありますし、その鉄板の上でちゃんちゃ混ぜるんでちゃんちゃんと音がするんでちゃんちゃん焼きっていう説もありますし、それから父ちゃん浜の父ちゃん母ちゃんが作るんでちゃんちゃん焼きという説もあります。いろいろです、まあ、定説はないんじゃないですか。じゃあそれをお皿に盛り付けていきます。はい、ご飯のおかずでもいいですし酒の魚でもいけます。例えば合わせるとしたら何ですか。焼酎でもいけますし、日本酒でもいけますね。北海道の日本酒も最近レベルが上がってきてますから、すごいお酒もあります、うん。ジャガイモを使った焼酎ですとか、トウモロコシを使った焼酎、昆布焼酎、熊笹焼酎とかね。ジャガイモの焼酎って割とすっきりしてるんで、そういう魚介系の料理に合うと思います、ね。漁師風鮭のちゃんちゃん焼き家庭料理版、出来上がりです。どうぞ、召し上がってください。じゃあ、鮭のちゃんちゃん焼き、いただきます。お好みで南蛮、北海道は南蛮というんですけど、一味唐辛子ですね。はい、南蛮と言います。うん、バレながら美味しくできました。大阪料理っていうイメージなんですか、北海道。そうですね、食卓にドーンと置いて、例えば家庭の場合はホットプレートを使ってみんなでそれを囲んで食べるというシチュエーションが多いと思います。合わせ味噌がやっぱりポイントになります。それとバターですね。バター入れてあることで、秋鮭なんか使った場合でも、油が少ないんで、その分をこうちょっとバターで補ってあげる。まあ野菜はもうあとはお好みです。もう人参好きな方は人参入れていただいてもいいですし、冷蔵庫にあるもんで何でもできますから。鮭の塩加減も結構いろいろあるのかなとは思います。はい。基本的にちゃんちゃん焼きにするときは生の鮭の方がおすすめですね。あんまり味を塩気の強くないものの方が後から合わせ味噌とかバターの味とか野菜の出汁とか出ますから、生の鮭の方がおすすめです。もうなければ別に国産にこだわらなくてもいいです。ノルウェーサーモンでもいいですし、ロシアの方の紅鮭なんてのもありますから、そういうのを使っても全然構わないです。うちのお店では基本的に国産にこだわってます。これからの時期は、桜マス使いますし、夏場になればトキシラを使います。看板で北海道ということを歌ってますから、できるだけ、北海道のものを使うようにしてます。はい、スーパーで最近よく見かけるのはチリ産の銀鮭、安いんですけど、安いなりにはそれなりの訳がちょっとあるものですから、どっこいやっぱり例えばトキシラズのね、さらっとした油のねを食べていただけたら、その方が嬉しいなと北海道出身としては思いますけどね。岩手でもね、青森でも、秋田、山形、新潟でも鮭は取れますから、それぞれの地方で取れた地元の鮭を使ってもそれはもういいことだと思いますから、はい。鮭のちゃんちゃん焼き、家庭でも非常に簡単にできますので、あまりこのレシピにこだわらずに好きなようにアレンジして、ぜひ楽しんでみてください。まあ、せっかく北海道の海っぺりで育っていて、魚の味も知ってますから、北海道というものを知っていただく場所として、まあ、お店をオープンしたのが2001年ですか、まあ、北海道の本当の姿をこう知ってほしい。だから食べ物だけではなくて、文化的なことだとか観光大使のようなね、こういう季節はここ行くといいよとか、ここ行くんだったらこのお店が一番おいしいよとか、いろんな北海道の楽しみ方とか、そういうのを、まあ、発信していく。コンセプトとしては、まあ、一口で言うと大人の北海道ですね。うちの料理というのは基本的にはまんま北海道じゃないです。私はネオ北海道料理っていうふうに定義してるんですけども、ちょっと手を加えてます。っていうのはお客さんの中でこういう声があるんですよ。札幌出張行ってきた。じゃあ甘いもの食べてきたでしょ。アテ類の方がうまいって言うんです。いや、これはね、もう本当に賞賛いただいてありがたいことなんですけど、私はまあ魚が好きで魚バカみたいなもんですけど、実は魚に手を加えることで
ある種これ端的に言うと熟成をさせるんです。お刺身はただ魚をさばいて生のまま切って出せばいいというふうに考えている方もいらっしゃると思いますけれども、きれいに元の魚を仕立てることで長期間熟成することが可能なんです。まんまじゃない北海道、うちの店に関してはですね、の味というのを、知ってもらいたい。でそれをまた北海道にフィードバックすることで、こういうやり方もあるよと、こうしたらもっとうまくなる、でお客さんも増えるよと、北海道と僕のところで両方良くなっていけばいいかなというふうに思います。